はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。すでに前回ですね、信長は安土に幕府を開いたというところで、大半の大名はですね、この信長に従っているという状態なんですが、残されているのがですね、島津、北条、あとはそれぞれのね、島津北条に心中している大名家が残っているというところで、今回はですね、島津攻め、北条攻め、並行してプレイの方をしていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。九州には信長自ら乗り込んでいて、北条には嫡男信忠を派遣しているという状態なので、まあね、この後順調に兵を進めていくというのと、あとはね、幕府に従う大名家の軍勢も大多数動員可能なので、まあ、この辺り利用しながら効率よく北条攻めをやっていければいいかなというふうに思っています。やっぱりね、ここまで画期的にというか劇的にプレイが進んだのは、内政をしっかりやったのが良かったですね。もう今はね、信長の収入27万ですからね、月の収入が。さあ、島津軍はどこへ進むかというと、松山城へ進軍中か。これは増援が来ないと松山城はあっという間に落ちますね。さあ、武田家からは玉縄城への出兵依頼が来ているので、そろそろ信忠軍をじゃあ出していきますか。では信忠軍には信孝をつけましょう。で、あとはですね、誰をつけようかな。藤高も、こっちが主力になりすぎるというのもね、どうかなという気もするんですが、それなりの軍勢をつけてあげたいので、かに才蔵ね、つけていきましょう。左近とかは残しましょうか。じゃあこの軍勢で玉縄城を攻めます。このね、幕府に、信長に金をよこせよこせとみんな言ってきますからね。青木俊則、年齢は17歳か。まだまだ若いな。さあ、信忠軍出陣させてますんで、今度は九州の方に戻りましょう。ここがね、スッと戻りたいところなんですけど。では信長軍17,000、これを先に進めていきます。攻めるのはどこがいいかな。高取城を攻めてみますか。高取城攻めが始まったので、おっと、ちょっと待ってね、島津の軍勢が橘山城に向けて出陣か。これは捨ておけないな。橘山城が奪われるわけにはいかないので、今みたいにね、教えてくれるのは忍者屋敷を建ててよかったですね。そうすると信長軍は一度兵を橘山に戻しましょう。お、玉縄城は取ったが、富永直勝、斬首しましょう。忍者屋敷取ってると今みたいにサクッと教えてくれるんだな。それは嬉しいですね、教えてくれると。いつの間にか攻められてて包囲されましたっていう状態から始まると結構苦しいことが多いですからね。つねちゃんをじゃあ追加で信忠軍につけましょう。で、この次は江戸に攻め入る感じでいいのかな。じゃあ信勝軍ですね、この軍勢を八王子へと送っていきましょう。
で一方信忠軍1万これは江戸城へ攻撃を行っていきます。この行ったり来たりが忙しいんですが、対島津攻めに関しては信長軍を送るのと同時に北畠で友近の軍勢2万が攻めてやるくれてるんで、まあほっといても大丈夫かな。じゃあその間にここは軍事訓練を行っておきますか。であとは建設で鉄砲の強化も行っておきましょう。お金はもうあまり余ってるんでね、各大名家じゃんじゃんお金をせびってきてくれていいんですけど。玉縄城が包囲された、これは百姓勢に包囲されてるのか。困ったな、持つか持たないかちょっと微妙なとこだな。まずは八王子城を力攻めに変えて、多分すぐ終わると思うんですよね。でこの玉縄城じゃない八王子城を攻めた軍勢で玉縄城の救援に向かいましょう。間に合うかな、なんか間に合わなそうな気もするけど。さあ玉縄城を取り返したので、そしたらここに建設でどうしようかな。まずは治安を回復させたいな。小田原城、小田原城に何ある？小田原城には寺があるね。いやないね、足軽道場と鉄砲道場しかないのか。だからだな、じゃあまず寺を作っちゃいましょう。これでね、周辺が民中が上がってくるかなと思います。画面からはみ出したな。112万6000円にお金が画面の右上になってますけど、9がはみ出るぐらいだいぶ金持ちになったからな。ちなみに島津家の方はまだまだ戦闘意欲は高そうですね。総兵力も2万、まあ1万9000までかな。武将が19人いたようなんでマックス2万まで軍勢用意できますもんね。さあ江戸城の攻略が完了してますね。順調に北条の城に攻め込んでいってるっていう状態かな。そしたら江戸城にいる部隊をさらに奥深くまで進めていきましょう。次はそうするとどこがいいかな。下総の河野台にするか。ここにじゃあ出陣していきます。そしたら信勝軍ですね。信勝軍を三崎城へ出陣させていきましょう。でおそらくそろそろ官兵衛に任せていた政策が完了していると思うので政策を入れていきます。で今回入れる政策何にしようかな。正面強化、側面強化、背面強化、まあ戦闘系でいうとこの3つになるんですが、まあ正面強化かな。政策はね
1個しかできないっていうのがね、お金持ちになっても苦しいところなんですよね。いくつも同時に可能ってなるとすごく効率が上がってきていいんですけど、なかなかそういう風に、ね、なってないんですよね。まあ、バランス的にはもしかしたらそっちの方がいいのかもしれないですが、コウノダイで敵と接触してますが、まあ敵は1000なんでね、ここも自動で問題ないでしょう。岬城も攻略が完了するかな。このまま行くと落ちましたね。敵はね、小出しにしてきますね、軍勢の数を。里見1000で、この後敵の本体か。北条綱成隊、ここは開戦して一気に敵を壊滅に追い込みましょう。ま、味方は鉄砲隊が3部隊かな。騎馬隊とかは用意していないので、ま、敵の騎馬隊が迫ってきたらうまく足軽隊の槍で、やり過ごす感じかな。で、鉄砲隊が1部隊いますね。なのでこの鉄砲隊に対しては味方の正則の部隊を当てましょう。あと敵の騎馬隊の騎馬突撃が来るかどうかというところかな。本当ね、足軽隊を据えておきたかったんだけど、ちょっと間に合わないね。さあ、じゃあ三段打ちをして弾切れの部隊に対して弾を補充していきましょう。誰だ今、玉切れになっていてもできない信忠の軍勢がちょっと遅いのか、チャージするのが。ただもう今チャージ済みになりましたね。これで敵の騎馬隊は壊滅させたかな。あとは鉄砲隊だな。そしたら味方の鉄砲隊の方がおそらく射程は長いと思うので変えましょう。一応ここにね、敵の鉄砲隊がいるんですよね。ちょっとここが厳しいかな。敵の鉄砲隊の射程の中に入っちゃってる鉄砲隊が一方的に銃撃を受けてるけど、まあまだ大丈夫かな。さあ、そしたら勝敗が決しつつあるので、ここで総攻めに変えていきましょう。さあ、ここからは追撃戦ですね。しっかり敵を減らしていきます。
さすがに制作で刀剣強化に正面装甲か、さらに騎馬隊ではなく鉄砲隊の射程を伸ばしてるので危なげなく勝てたかなというところですね。ではすかさずここには奉行所を建てておきましょう。で信雄軍ですね、信雄軍も先に進めていきましょうか。ちょっとね目がチカチカしちゃいますけど、今島津の攻めているところまで移動しています。丹羽長秀、そうなんですよ、丹羽長秀がね引き抜かれてるんですよね。ここで島津軍だな、まあ、ここはただ自動で大丈夫かな、発動してるっていうことであれば。朝廷から金をせびりに来たので金はあげましょう。再び征夷大将軍になったね。3度目の征夷大将軍か。さあ三崎城が包囲されたと出てきたけど、これきっとまたあれだよね、一騎勢が城を囲んでるんだよね。うん、そしたら信忠軍を一時的に、いやその必要もないな、放置しておきましょう。で信忠が戻ってきたタイミングで三崎の奪還に取り掛かりますか。丹羽長秀登用します。いや丹羽長秀どうした、戻ってこいよ。潔く死ぬ道を選んだわけですね。もう信長のもとに帰参はできないと。6000の兵が向かってきていると。いやー結構島津軍も動きが活発だな。もう差し合いで勝負するっていう機会はほとんどなくなってきてるな、これを見るとね。ほとんどこっちの方が有利な状態で戦うことが多くはなってきましたね、ここまで来ると。あとはね、もうちょっと活発に。この、信長幕府に従っている部隊が、あるいは大名が、出兵を繰り返してくれると、
楽になってくるかなというところですね。ではここで東金城を落として、北条と里見の分断を図りましょう。これで下総上総を完全にね分断することができるかなと思います。家久からの停戦か、これは拒否だな。こちらのね臣下になるというならもちろん受け入れるところではありますが、みんなね、もう兵士やお金をバリバリせびってくるな。まあ全然いいんですけどね。では信雄軍をさらに元桜城に出陣していきましょう。もう北条の方もそんなに余力はないんじゃないかな。いやでも武将数26まだいますね。里見家の方はどうなってる？里見の方は武将が5しかいないんで、里見の方はもうはっきり言って放置しておいてもいいかなぐらいだな。北条からの停戦要請は拒否ですね。さっきも言ったように島津も北条もこちらにね従うっていうことであればもちろんもう許すんですけどね。で島津の方はというと武将の数がまだこちらも18いるか。そしたら信長軍の方は徴兵を行って、このあと兵が整ったら久留米城に出陣していきましょう。まあ城はねどの城も固くはなってきてますね。時代が1580年に迫ろうかというところもあって、千葉城が包囲された、これ里見軍か。どうだろうな、持たないよな。となると信忠軍を救援に向かわせますか。では里見を完全に潰しにかかりましょう。里見の城は1、ここに1個あるんで1、2、3、4、5個で5個かな。なんでねちょっと時間はかかりそうな気もしますが、この5個の城を攻め取れば里見は崩壊しますね。
ここだな。ここで。いやー、回戦するのは危険だな。今信雄軍ってどう考えても士気が少ないんで、一旦自動化してしまって兵を引きましょう。お、勝ってくれた。いや、負けるかなと思いましたけど、勝ってくれたか。そうなるとあと133、なんとかなんとか攻め切りたいな。ここもちょっと士気が低下していて危ない感じになってきてるから、早めに決着をつけたいけど、あと47、どうにかなるかな。綱成は斬首。宇治勝も斬首。だいぶこれでも北条としては痛手なんじゃないかな。久留米城に3000の軍勢か。まあここは十分に撃破できるから問題ないかな。そしたらここでも奉行所を建設しちゃいましょう。とりあえずね、一騎が起きて城が使い物にならなくなるっていう状態は避けていきたいので、もうここはねそれ対策ということで奉行所、寺、この辺りを交互に建てていくっていうのが多分ね一番効率がいいんじゃないかなと思います。では関東の方に移りましょう。室ここもね、奉行所と寺を交互に作っていくっていう。で、建設が終わり次第すかさずまた兵を出していくっていうね、この繰り返しを行っていきましょう。もうそろそろでも北条もね、島津も諦めてくれてもいい頃かなとは思うんだけどね、結構粘りますね。伊達照宗軍36000か、かなりの大軍勢だな。畠山軍も15000、東金城が包囲。東金城は、まあ、大した軍勢の数ではないんで、一旦これを退けましょう。千葉一円もほぼほぼ手中に収められるかな。ね、すっと戦闘地域に戻れるといいんだけどね。戦闘がまさに起きている時は、それができるんですけど。
おお、半兵衛が死んだか。まあいい年というか、年齢的には、まあ、確かにね。まあ、意外と里見がちょろちょろして鬱陶しいなっていうのはあるな。岩槻城に向けて武田君が動いてる。追撃しましょう。東金城を攻めてきた部隊の追撃でそのまま大滝城を攻めます。さあ、これで関東は2つの城を今攻撃中なので、九州の方に少し移ります。さあ、順調に千葉を平らげつつありますけど、もうここは一気に島津との型をつけちゃいましょう。里見とのけりをつけちゃいましょう。少し時間が長くなってきてるんですが、もう少しだけね、進めさせていただきたいと思います。軍を南へと進めていきましょう。これで北条に味方していた里見を滅ぼすという流れですね。軍をそろそろ二手に分けていきたいから、優秀な武将が見つかったら、そこは、そしたら登用していきますか。5人ぐらいまでは登用していきましょう。困った時の大仏。さあ、島津はもう風前の灯火だな。うん、里見は風前の灯火ですね。あとは北条ももう厳しい状態かな。残る城北条の方は6まで減ってますね。で、まあ、里見の増援も期待できないという状態だと思うので、このまま決着がつくかなとは思います。だいぶ、お金には余裕があるので、まあ、変な話。武将は、これからは都用の方に変えていきますか。まあ、あまりにもかすい武将は、今まで通り切り捨てるにしても、まあ、そこそこ戦どうで使える武将、まあ目安は60前後以上の武将がいれば、もう積極的に登用していきましょう。よし、大滝城落としましたね。
じゃあ早速痛みは投与します。板倉は処刑。ではちょっと一時的に九州の方に目を向けていきます。九州の方は大仏が立ったかどうかだな。大仏は立ってますね。そしたら信長軍を進めていきましょう。これで龍蔵寺の息の根も止めるっていうのがいいかな。ここは信長自ら指揮を取って息の根を止めにかかりましょう。これで龍蔵寺軍も完膚なきままに叩きのめせればそれでほぼほぼ決まるかなというところですね。さあ敵に鉄砲隊はいるかどうかでいうと鉄砲隊はいないね。騎馬隊が一部隊だけいますか。じゃあこの騎馬隊に対しては味方の足軽隊を当てましょう。いや鉄砲隊ここにいるな。鉄砲隊いましたね。ここにいるのが鉄砲隊じゃないか。ここね。敵の騎馬突撃は又兵衛の槍ベースまで防ぎます。敵の鉄砲隊に対しては一旦前田刑事の騎馬突撃で粉砕しましょう。これをさすが刑事の騎馬隊だな。圧倒的だな力が。さあ完勝しましたね。これで龍蔵寺軍の兵力を一時的にかなり削ったんじゃないかな。
今まで官兵衛に任せていた内政の建設が半兵衛ですね、半兵衛が死んじゃったんで、これから定勝に任せるしかないかな。そうすると北条はもう終わりだな。ちょっとごめんなさい、時間が長くなっているんですが、もう少しなので北条戦が終わるまでお付き合いを、すいません、お願いします。北条戦はね、もう本当に終わりかなというところまで来てますからね。残り北条の城は3つぐらいかな、健全な城はね。今攻撃をされている城を除けば3つぐらいだと思いますんで。前まではね、むやみやたらに武将の数を増やしているとあっという間にお金が底をつけていたんですが、もう今はそんな状況ではないので、優秀な武将がいたらもう積極的に登用していきます。龍蔵寺高信は登用する。まあそうだよね。鍋島は登用。鍋島もダメか。江口は登用。江口もダメか。結構みんな龍蔵寺の武将たちは堅くなだね。よし、龍蔵寺を降伏させたか。これであとはそうすると何、もう島津だけになるか。九州もなんか終わりが近づいてきた感じがしますね。そうすると前線に部隊を移動させておいた方がいいな。で大村城がここ前線だね。島津との前線だわ。ここはね問題ないかなと思います。問題は北条だな。北条戦をね、切りをつけちゃいましょう。ではこれを川越城に派遣していきます。征夷大将軍に何度任命されたことかもうわからないですけど、お金は余ってるのでまあ気にはせずに払っていきましょう。さあ関東の攻略が終わりますね。
じゃあここでも大仏でも立てておきましょう。これで一気が起きなくなるんであれば御の字ですね。佐竹義重を登用したいな。成田氏長、これは忍城の戦いで有名な武将ですよね。下田城へ行軍中。下田城ってここだよね。さあこれで関宿城も取れば北条は終わりかな。よし、関宿城も取りました。宇治名は斬首。ではここに来て全軍を九州の方に振り向けていきましょう。もう残るは始末だけになりましたね。いや長かったな。これも行ってもこれも長かったですからね。ここまで では信雄の軍勢も九州の方へと出陣をしていきましょう。はい、というわけでね、今回ちょっとすいません、もう1時間近くになってしまいましたけども、だいぶ、進めることができました。次回おそらく最終回になると思います、ポケット戦国次回最終回、ぜひぜひお楽しみにしていただければというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。